の猫おとちにさん。おとちにエロゲ勧めたことあるから。今考えたら気持ちいいだろうけど、ミコはさ、なんか普通の気持ちでさ、いや、こういうとこ面白いよみたいな、もう特に考えず渡したんじゃね、気まずい。いや、作品として面白いかな。なんか引っ越すときに、これおもろいからあげるよって。おやと。こんな感じ。このグッズもあげるよ、これもあげるよって渡した。あ、でもなんか、時が経つにつれ、あれだわ、お姉さん系が好きだ、ということに気づいた。ミコに抱けなかった。姉みを確かに求めてたのかもしれない。ミコには感じれないだろうから。でもさ、リアル兄とかリアル弟とかリアル妹にさ、二次元的な何かを感じ取れる方が難しいよね。感じ取る方が難しくない？実際のさ、弟妹ともさ、ミコのことをお姉ちゃんとか呼ばないし、ミコ姉っぽくないって言われるよ。妹にも弟にも言われるよ。兄弟喧嘩しないの？最近したよ。え、するよ、たまに。ほんとに1年に1回ぐらい。1年に1回だね。1年に1回あるね。